皆さんこんにちは。こんにちは。ちは今月土曜日のテーマは冬の食卓あったか鍋です。今日はおでんをご紹介します。週末に少しこだわって丁寧に取ったお出汁で基本のおでんを作りましょう。はい。この基本を覚えて作っていただくととっても美味しいおでんができますね。はい、ぜひご覧ください。テキストは七十ページ、七十一ページです。おでんをご紹介します。 では作り方お願いします。はい。今日はですね、おでんにコクがね出るようにですね、煮干しを使っていきます。はい。はい。煮干しなんですけれども、これ煮出すとえぐみが出るのでですね、煮出してもえぐみが出ないように頭、えぐくなる頭と開いてですね、腹わたを外してですね、それを鍋に入れていきます。はい。はい。そして次にですね、昆布なんですけれども、ひだ昆布はですね、18センチぐらいの長さのものを入れていきます。そこにですね。 お水入れていくんですけれども1.2リットルですはいを入れてすぐに火にかけるんではなくてこのまま置いといてですね昆布と煮干しを戻して味を出していきますはい続いて大根ですはい大根はですね4センチ厚さに切ってくださいそして皮を剥いた状態になりますその後にですね大根をこうやってね回すような感じでですね面取りしていきますはいはい この包丁でですねくりぐりっと回すような感じで面取りしますはいそして次にですね、えー、大根半分に切った後にさらにまたこちらの、ね、角のあるところを面取りしていきますはいこのようにね面取りすることによってやっぱり角が取れるので優しくまろやかになるのでやっぱおでんというのは優しい煮物ということで取っていきますそしてこの残った部分は炒め物や、ね、味噌汁に使ってください続いて里芋2 0 0ムですはい 里芋なんですけれども皮を剥いてですね厚めに剥いてくださいそして一口大の大きさに切っていきますはいそれを大根が入った鍋に入れていきますはい入れてですね今日はですね水から茹でるんではなくてお米のとぎ汁こちらを加えてですね茹でていきますそうすることによって大根の癖や里芋のぬめりが取れますはい大根と里芋茹でて柔らかくなったものです、はい、火にかけてってですね煮立ってきたらですね 確認するのはですね、竹串をですね刺していきます。はい、はい。こうやってね刺さったら火が入った証拠なので、次にこちらをですね取り出していきます。はい、はい。このように水に取っていきます。で水に取るとそこまで熱くないので、今度ですねこちらずっとつけっぱなしにするんではなくて、表面のこの溶け汁こちらをですね洗い流す感じでいきます。 そうするとですね雑味とかですねぬめりが取れた里芋になりますはい、はい、それではここから他の具材を紹介していきます、はい、まずはこんにゃく1 5 0ムですはいこんにゃくこれ食べやすい大きさに切ってですね表面に切り込みを入れてくださいそして茹でますこれで味がね染み込みやすくなりますそして卵とちくわとさつま揚げですはい今日はこちらを具材3種類用意していきますはい、はい、では火の方に参りますはいえー、まずはですね 火にかけていくとですね、こんな感じで昆布が浮いていきます。そしたら昆布を引き上げていきます。はい、はい。昆布はですね、高温だとヌメリが出るので、ヌメリが出る前に引き上げていきます。引き上げたえですね、次はね、2センチ幅に切ってこのように結んでください。はい、はい。そして次にこの煮立った中にですね、調味料を入れていきます。薄口醤油大さじ4です。そしてお酒大さじ1と3分の1。みりんは大さじ1と3分の1。 塩小さじ2分の1ですはい入れてですねここでねもう一度煮立たせていきますはいそこで味をつけていくんですねはいはい。そして煮立ってきたら次にここでアクが出るようだったら一度アクを取ってください。はいそして煮立って塩とかがちゃんとしっかりと溶けたらここでね火を止めていきますはいここで温度が高いうちに 鰹節入れていくんですね25グラムですはいこんな感じで広がるように入れてください味が出やすくなるためにで必ずこの高温で入れるこれがポイントになりますなぜかというと高温の方が鰹節の香りがねふっとついてきますそしてこちらをですね沈めますはい。沈むことによって今度味が出てくるんですねはい削り鰹が,が沈んだものがこちらですはいそうすると香りとですね旨味がですね出た こしていきますこちらはですねざるに紙タオル引いてですね優しくこしていってくださいはいこうするとですねこの美味しいお出汁がですね先ほど丁寧に下処理したですね具材に染み込んで美味しくなりますはいはい。こちらのお出汁を今日はですね使っていきますはいお出汁を使って具材を煮込んでいるものがこちらですはい土鍋に具材を並べてですね先ほどのお出汁を注いででポイントはこちらですね優しい火加減はい。煮立てない程度の火加減でですね 20分ほど煮てですね、味を染み込ませてください。はい。それでは材料のおさらいです。4人分の材料です。大根300グラム、里芋200グラム、卵4個、こんにゃく150グラム、ちくわ2本、さつま揚げ4枚、煮干し10グラム、干か昆布18センチ、削りがつを25グラム、薄口醤油大さじ4。 酒、みりん大さじ1と3分の1ずつ、塩小さじ2分の1、お好みで練りがらし、米のとぎ汁をご用意ください。お好みで最後に練りがらしをつけて召し上がってください。丁寧にね取ったお出汁だからこそ出るこの味、昨日作った比重酢、それをまた加えてみてもいいですね。今日はおでんをご紹介しました。ぜひ一度お試しください。